はい、どうも、ポニャです。今日もですね、ギルティギア回を使ってランクマやっていこうと思います。ジオバーナの方ですね、1001レベルということで、結構レベル高いですね。回文みたいになってるな、逆から読んでも、1001レベル。しょうもないですけどね。最近ね、1000レベル超え多いですよね、本当に。なんか、どこもかしこもみんな1000レベル超えみたいな。自分も結構ね、2400レベルで、レベル高い自負はあるんですけど、なんかもうレベルのインフレが激しくて3000とか4000レベルが至る所にいるっていう、そんな話してる間にちょっとバースト吐いて危ない状況になってしまいました。おっと、前 P がなんか変な感じになったな今。いやー、ちょっとやっちゃったな俺。あ、飛びに引っかかっちゃった。ただな噛みまくった今、なんだっけ、名残雪じゃなくてジオバーナ。ジオバーナやっぱステップ投げがどうしても速いから、怖がって飛びを入れてしまうんですけど、そうするとね、このニエスとかにね、当たってしまうという。ウドル。お、マイピーかな？もう一回マイピーやるかな？もう一回マイピーやりましたね。これはちょっとバー対兼ねて、ライドで、壁を割ります。結構なんか暴れてくれる方ですね。いや、今ニエスで拾い直したかな。あ、ラッキー。これは運が良かった。お、バースト使う、マジか。これマイピーですね。見てから、しっかりと。結構、見てからマイピーとかできる場面が多そうなので、あと、暴れがちですね、相手の方。美味しい、これは。あ、割れちゃうか。ハイスラ昇竜までいけたらめちゃくちゃいいダメージだったんですけどね。マイピーこれは。これは終わるんじゃないかな。あー、ちょっとコンボミスが。あ、なんかでも、持続フードル重ねみたいになってましたね。ユーリフレ取れてんのかわかんないけど。まあ、ちゃんとコンボしてれば終わってたみたいですね、今のはね。まあ、結果良ければ全て良しということで。バックステダメか。マイピー。逃げ。オッケー。フードルの後じゃなくて、ダイヤエクラム、結構走ってくる方多いんで。あ、ラッキー、これは。昇竜拳、ごめん。これちょっと雑だな、俺の。雑昇竜が出てしまった。これはちょっと、終わるか。いやー、終わらんか。ゲージがね、あるからちょっと硬くなってましたね。やべ、見てから逃げやっちゃった。おー、ロマキャン使われるかと思って、おとなしくしてたけど、使われなかったですね。開幕は足払いかな。オッケー、正解でした、ね。いや、これ、フードルじゃなくて、なんだっけ、リッパーだったな。コパコパコパマイピーリッパーでしたね。コパ3回刻んだ時はね、フードルじゃなくてダイヤから繋がんないから、リッパーなんですよね。ちょっと今日噛みすぎだな。さあ、これはバー対で、危ない危ない。ちょっと遅らせればね、バー対になるので、ロマキャンからは最速バーストは結構危ないですね。まあ、どのキャラもですけど、回だけじゃないんで。もう一回足払いやろうかな。足払い。うん。いや、コンボが、コンボミスが今日多いな。これちゃんとガン見する。しっかり前 P。こういう自分が画面端にいるときにこそ、ガン見する。オッケー、美味しい。冷静にね、ここは。あはは、また投げられてしまった。おっと、ダッシュが出なかったかな。ここ勝利券、バックステか。まあ、でも、良かったですね。なんもなかった。昇竜拳出したかったんですけど、ガーキャンしちゃったな。昇竜ロマの昇竜が出なかった。さあ、ここは割られてしまうんですが、美味しい。暴れないか。暴れろ！暴れない。美味しい美味しい。ワンチャンある、ワンチャンある。あはバカ！あ、待って、バスト使っちゃった。あ、なんかいろいろあったな。運が良かったですね、最後は。いろいろあったな。お、帰ってきた。あ、やべ。裏か、これ。見えないな。もう一品。あー、入れ込んだな、これは。まあ、しょうがない。もう一品。オッケー。はい、すら。割れねえか。まあ、割れなかったけども、結果良ければ全てよし。ただ、相手ゲージが溜まってきてるんで、ちょっと怖い場面でもありますが、ぶっ放しが怖いな。来ないな。さあ、最後は投げでバーストも打てないですね。ゲージ待ったんで、
まあ絶対殺しきれましたね。はい、ということで、今日はこんな感じになりました。ご視聴ありがとうございました。